日本共産党の上智子です。会派を代表し、財政演説について岸田総理に質問します。一月の間に3人の閣僚が相次いで辞任しました。異常事態であり、総理の責任は重大です。もはや総理、総辞職をすべきではありませんか。そして本日新聞赤旗は、寺田氏の後任の松本剛明総務大臣の政治資金規正法違反疑惑を報じました。松本剛明後援会が開催した複数の政治資金パーティーで、会場収容人数をはるかに超えるパーティー券を販売していました。参加予定のないものの支払いは寄付にあたる可能性がありますが、政治資金収支報告書には寄付としての記載がありません。同様の疑惑で山際前大臣は告発され、横浜地裁が受理しています。政治資金を所管する総務大臣に自らの政治資金疑惑が問われるものを任命した責任は重大です。総理の責任で究明すべきです。いかがですか。物価高騰のもと、国民生活の悪化が深刻になっています。ところが岸田政権は、物価高騰と異常円安をもたらしているアベノミクス、異次元の金融緩和をやめるにやめられない対応不能状態に陥っています。現状打開のためには、賃上げを軸に実体経済を立て直すこと、とりわけ内需を活発にすることが必要です。そうしてこそ、マイナス金利などという異常な金融を正常に戻すこともできます。総理の認識を伺います。本補正予算案の下である総合経済対策には、構造的な賃上げとあります。しかし、実質賃金を10年間で24万円も減らしたアベノミクス、新自由主義を継承したのでは、まともな賃上げはできません。新自由主義の下、労働法制が次々規制緩和され、日本の非正規雇用の比率は1割台から4割近くまで増大しました。これが日本を賃金が上がらない国という先進国でも得意な国にしてしまった根本にあります。総理はよく新自由主義の弊害を是正すると語っていました。私は非正規雇用を増やし、低賃金で不安定な働き方から抜け出せずに、結婚したくてもできない若年層を増やしたことこそ、新自由主義の一番の弊害だと考えますが、総理にその認識はありますか。全雇用者に占める非正規雇用の割合は、イギリスで1割以下、ドイツ、カナダ、イタリア、フランスは1割台前半となっています。アメリカでも3割であり、非正規雇用が4割に上る日本は異常です。総理、構造的な賃上げのためには、こうした構造的な賃下げ要因を取り除くことが大前提となるのではありませんか。日本共産党は、アベノミクス以降に膨らんだ大企業の内部留保150兆円に年 2%、5年間限定で課税する、そこから生まれる10兆円の税収をすべて中小企業の支援に回し、最低賃金を全国一律で時給1500円に引き上げることを提案しています。全国一律1500円の最低賃金には根拠があります。全国労働組合総連合、全労連などが取り組んでいる最低生計費試算調査によると、25歳単身者で25平方メートルの賃貸ワンルームマンションに居住という条件で、最低生計費は東京都北区の男性で月額24万9642円で、佐賀県の男性で24万1972円となりました。現在の地域別最低賃金が最高額の東京都と最低額の佐賀県などで、生活に大差がないことが示されました。大都市部では家賃が高い一方、地方では自動車なしの暮らしは考えられないなどの実情があるからです。総理、地域別の最低賃金はもはや実態に合わないのではありませんか。自民党にも最低賃金一元化推進議連議員連盟ができています。全国一律の最低賃金制度に改めるべきではありませんか。
月額24万円台の最低生計費を人間らしい働き方である月150時間で換算すると時給1600円台になります。全国一律1500円、これはこうした根拠ある目標であり、10兆円の財源があれば中小企業でも実現に大きく前進できる目標です。政府の賃上げ減税は黒字企業だけが対象で、多くが赤字の中小企業の賃上げには結びつきません。総理、大企業の労働者も中小企業の労働者も、正社員も非正規雇用労働者も、大都市部そして地方でも8時間働けば普通に暮らすことが可能となり、地域経済の底上げと日本経済の活性化をもたらすことになる大企業の内部留保を活用した最低賃金全国一律1500円の実現に今こそ踏み出すべきではありませんか。答弁を求めます。物価高騰はあらゆる分野に及んでいるのに、本補正予算案は電気・ガス料金の抑制など部分的・一時的な対策に終始しています。物価高騰による家計の負担増は1世帯あたり年間13万円にもなります。電気代の影響はこのうち2割程度に過ぎません。あまりにも不十分です。すべての物価を引き下げる消費税の減税こそ物価高騰に対する特効薬です。野党はすでに消費税減税法案を提出しています。総理、決断すべきではありませんか。来年10月に予定されているインボイス制度の導入は、数百万もの 小規模事業者やフリーランスで働く人々に消費税課税業者になることを余儀なくさせ、深刻な負担増をもたらしています。フリーランスが圧倒的に多いアニメ業界、声優業界では4人に1人がインボイス制度の導入によって廃業を検討しています。声優の方から作品の質の低下はじわじわやってきます。一度失われた文化は戻りません。10年後も20年後も良い作品を作り続けられるような裾野を削らないでくださいとの声も聞きました。総理、クールジャパンと歌うのであれば、この業界で働く人たちの切実な声に耳を傾けるべきではありませんか。インボイスの導入は中止すべきではありませんか。中小企業、小規模事業者の過剰債務への対応も喫緊の課題です。コロナ対応融資、いわゆるゼロゼロ融資の残高は今年3月末時点で約42兆円に上り、中小企業の約3割が過剰債務感を訴えています。このままでは新たな融資が受けられず、経営に行き詰まる資金繰り倒産、廃業が激増する恐れがあります。借り換え制度も重要ですが、新たな融資を受けられるようにするためには思い切った対策が必要です。日本共産党はゼロゼロ融資を一旦債務から切り離し、別枠債務とすることを新たに提案します。別枠債務は一定期間返済を猶予し、その間金融機関は別枠債務を既存の融資残高から除外し、新規融資が行えるようにします。別枠債務の返済が可能になった時点でも、その後の事業に支障がない返済計画に金融機関が協力できるように国が支援します。こういう制度こそ現場から求められているのではありませんか。総理の見解を求めます。最後に、本補正予算案には経済対策に紛れて4464億円の軍事費が計上されています。その中身は鹿児島県馬毛島での米空母着艦訓練場の建設、沖縄辺野古での米軍新基地の建設、米軍領土であるグアムへの海兵隊の基地の建設など、米軍再編経費が大半を占めています。総理、これらの経費のどこが物価高対策ですか。
物価高対策を掲げた補正予算案に軍事費を計上して、しかも大半が米軍奉仕という二重三重に不当なやり方は、厳しい批判を免れないことを指摘をして質問を終わります。岸田文雄内閣総理大臣。上智子議員のご質問にお答えいたします。まずは閣僚の任命責任についてお尋ねがありました。先々週、葉梨大臣から、政権としてさまざまな懸案を抱える中、軽率な発言によって今後の補正予算や重要法案の審議に迷惑をかけたくない、身を引きたいと辞任の申し出がありました。また一昨日、寺田大臣から、補正予算、被害者救済新法など重要課題処理の最終段階を迎えているときに自らの政治資金に関する質疑が続くことで悪影響を与えたくないと辞任の申し出がありました。総理大臣として補正予算審議、被害者救済新法、コロナ対応、当初予算編成等の重要課題に答えを一つ一つ出すことを最優先とし、それぞれの辞任を認めることといたしました。国会開会中に大臣が辞任する事態となったことは誠に遺憾であり、私自身任命責任を重く受け止めております。政策に遅滞が生じないよう政府一丸となって国政の運営にしっかりと取り組むことで職責を果たしてまいります。松本大臣の政治資金についてお尋ねがありました。松本大臣について指摘されている事項については、まずは本人から適切に説明すべきものであると考えております。そして、金融政策と賃上げについてお尋ねがありました。足元の物価高を克服するためには、物価高の主因であるエネルギー、食料品に重点を置いて価格高騰抑制策を講じるとともに、物価高に負けない継続的な賃上げを実現することが重要です。総合経済対策では、賃上げ促進のため中小企業等の賃上げ取り組みへの支援を大幅に拡充するとともに、価格転嫁対策等を強化しています。その上で、賃上げを継続的なものとし、消費の持続的拡大につなげるため構造的賃上げに向け、リスキリングをはじめとした5年間で1兆円のパッケージを盛り込んでいます。なお、金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべきと考えますが、先日黒田総裁と面会し、政府と日銀が内外の経済や金融市場をめぐる不確実性が極めて高い中、密接に連携しながら経済物価情勢に応じて機動的な政策運営を行い、構造的な賃上げを伴う経済成長と物価安定目標の持続的安定的な実現、これを図っていくという認識で一致をしたところであります。非正規雇用構造的な賃上げについてお尋ねがありました。非正規雇用労働者の待遇改善に向けて、総合経済対策において新たに労働基準監督署の体制を強化し、待遇差が問題となりうる事案を把握し、労働局の指導につなげるなど、同一労働同一賃金の遵守、これを徹底して、いきます。そして、希望する方が正社員として就労することができるようにすることも重要な課題であり、人への投資の政策パッケージを5年間で1兆円に拡充する中で、訓練後に非正規雇用を正規雇用に転換する企業への支援を強化するとともに、勤労者皆保険に向けた取り組みを進めてまいります。
こうした取り組みを通じて、一人一人の希望に応じて、多様で柔軟な働き方が選択できる社会を実現してまいります。最低賃金についてお尋ねがありました。最低賃金法では、各地域における労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払い能力を考慮し、地域別最低賃金を決定するとされており、全国一律の最低賃金とすることは、特に地方において中小企業を中心に人件費が増加することと、ことにより経営が圧迫され雇用が失われる恐れがあることから、慎重に検討する必要があると認識をしております。最低賃金については今年過去最高となる全国の加重平均で31円の引き上げ を行ったところであり、引き続きできる限り早期に全国加重平均1000円以上となることを目指し、引き上げに取り組んでまいります。消費税減税についてお尋ねがありました。物価高騰の要因については基本的にはエネルギー食料品を中心とした物価高であり、こうした分野に重点を置きながら構造的な対策 を含め、これまで累次にわたる重層的な政策を講じ、必要な方に必要な支援が行き届くようにきめ細やかな対応、これを行っています。その上で消費税については急速な高齢化等に伴い社会保障給付費が大きく増加する中で、これ をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から社会保障の財源として位置づけられています。このように消費税は社会保障制度を支える重要な財源であるため、減税は考えておりません。インボイス制度についてお尋ねがありました。インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものです。インボイス制度に関する中小小規模事業者の方々の準備状況やご懸念について政府として丁寧に課題を把握しながらきめ細かく対応していきます。具体的にはフリーランスの方々を含め免税事業者をはじめとした事業者の取引について、取引環境の整備に取り組むとともに、今般の総合経済対策においても IT 導入補助金の補助対象の拡大など、インボイス対応のための支援策の充実に盛り込んでおります。引き続き政府一体で連携して制度の円滑な移行に向けて万全の対応を図ってまいります。中小企業への資金繰り支援についてお尋ねがありました。引き続き経営環境厳しい経営環境の下、新型コロナや物価高に加え、今後ゼロゼロ融資の返済本格化を迎える中小小規模事業者を支えることは重要です。そのためまずは官民の金融機関に対しゼロゼロ融資を含む既存債務について返済猶予などに柔軟に対応すること、新規融資についても貸し渋りを行わないことや丁寧かつ親身に対応することなど、累次にわたって要請を行っているところです。また債務の切り替えの円滑化による返済開始時期の後ろ倒しや返済負担の軽減に加え、新たな資金需要にも対応できる新たな保証制度を創設いたします。それでもなお増大する債務に苦しむ事業者に対しては、債務圧縮や減免を含め再生支援を進めることも重要であり、全国の中小企業活性化協議会を通じた取り組み、これを強化してまいります。なおご提案の内容については過剰債務を誘発する懸念にも配慮しつつ慎重に検討してまいります。補正予算における米軍再編経費についてお尋ねがありました。今回の総合経済対策には4つの柱があり、物価高騰賃上げへの取り組みだけではなく国民の安全安心の確保、こうしたことも柱の一つとして掲げております。この中で外交安全保障環境の変化に対応するための取り組みの一つとして、
米軍再編の着実な実施を図ることとしており、関連経費を計上しているものであります。